石州瓦の建物石州瓦の家々。石州瓦は、島根県の岩見地方で生産されている、粘土瓦のこと。三州瓦、淡路瓦と並ぶ日本三大瓦の一つ。高知市の津津地区を中心に、大田市、浜田市、増田市などでも生産が行われている。焼成温度が、摂氏1200度以上と高いため当該に強く、 日本海側の豪雪地帯や北海道などの寒冷地方でシェアが高い。現在は年間約2億枚が生産されており、釉薬瓦では全国シェアの約20%を占めている。一方で良質な限度の減少などが問題となっており、生産組合も2つにまで数が減少している。独特の赤褐色で知られ、赤い屋根の街並みや集落を山陰地方では、 至るところで見ることができる。この色は、同じ島根県の出雲地方で産出される含む鉄、土石、木町石を釉薬に使用することに起因する。九だらからの帰化人の影響で、この地方では、古くから瓦が作られていた。岩見国の国分寺建設にも用いられたという説があり、1600年頃に釉薬を使わない、赤色瓦がこの地域で焼かれたことが確認されている。 この前後の室町時代から江戸時代にかけて浜田城や津和野城とその城下町の建築により生産が本格化してきたものと考えられる。2007年4月に島根県内で初めて地域団体商標として登録されている。ありがとうございます。